はい、皆さんこんばんは。今どこにいるかというと、愛媛県の四国中央市にいます。四国中央市ということで、平成の大合併で伊予三島市、川之江市、そして新宮村ですね、あとは、土井町が合併してできた、都市でも20年ぐらいになるのかな。それで、今日は、西条市ですね。愛媛県は何度も来てるんですが、西条に関しては3回訪れたことが今回3回目だったんだけど、西条市からだいたい40キロちょっとかな、運転してきてこちらに移動してきました。こちら四国中央市ということで、大王製紙の本社があるところということで、一応どんなところか来てみたかったんですね。愛媛県ではだいたい熊野県来てるかなと思ったら、四国中央市自体、まあ、通ったことあるんですけど、滞在したことなかったので、ね、まあ、今回、まあ、どんな感じか、大王製紙がね、結構やっぱりありますね、いっぱいね。ということで来ました。で、今現在もうゴールデンウィークが始まってということで、題名でも入れさせていただいたんですけど、ゴールデンウィークとか年末年始、そして、お盆休みですね、ホテルの料金が上がることに関して、そして今東京都内とかがホテル料金が高いです。そして円安が進んでいて、今海外に行くのもね、かなりお金がかかるという件に関して今回動画でお伝えさせていただきたいと思います。まずは、ホテルの料金に関してなんですけど、ゴールデンウィーク中はやっぱりいろいろ調べてみたらね、やっぱり高いですね。普通のビジネスホテルとかでも1万5000円とかでするようなのがあったりしますので、やっぱり今これなんでかっていうと、ホテル側としても、コロナ禍いろいろ大変だったと思うんですね。そこでまあ、やはり需要があるときは料金を上げてでもね、やっぱりお客さんが来ますので、利益を上げるために、もちろんこれは企業としては当然のことなんですけど、やっぱり繁忙期に関しては料金を上げてきます。なので皆様が、まあ、ゴールデンウィークということで海外行かれる方もいらっしゃれば、まあ、円安だから国内っていう方も多いんじゃないかなって感じがするんですけど、国内とか、まあ、ホテルを取られる際に、ちょっと高いなって感じるのは、需要と供給の関係ですね。まあ、これは、まあ、他の国でも同じような繁忙期が少し高くなったりするんですけど、あまり人が来ないとかね、ヨルダンの視界に行った時なんかも、イスラエルが対岸が、ね、パレスチナ自治区で、戦いがね、たまにそのテロとかも起こってるんで、そういったところも警戒して観光客が少なかったんで、一泊、朝食付きでそのクラウンプラザね、2万円いかないぐらい取れたんですね。はい、ということです。で、まあ、今回、まあ、ホテルに関しては高かったりするんだけど、こういった繁忙期ですね、皆さん、まあ、いろんなところ行かれた方であれば、私はお勧めしたいのは穴場ですね。穴場のところ、あんまり人が行かないようなところ、まあ、誰もが知っているような名所ではなくて、穴場的な名所っていうのは、まあ、日本全国各地回ってみていろいろあるんですけど、ぜひその穴場のところも行っていただきたいかなと思います。結構今からゴールデンウィークのホテルとか、ね、旅館とか予約になるともういっぱいになってしまっているところ多いんだけど、案外これ調べてるとね、穴場のところ、あんまり人が行かないようなところ、そこでもやっぱり名所ってあるわけですね。なのでぜひその人がみんな行くようなところじゃなくて、穴場のところなんかも、いいんじゃないかなと思います。で、あとは海外ですね。今1ドル160円近くまでなってます。158円とかね、で一時今また155円戻ってますけど、一時160円とかってなると、12年ぐらい前に1ドル8円ぐらいだったじゃないですか。その2倍ですね。で、ユーロでいうと100円の時代がありましたけど、燃油サーチャージ高騰、円安の影響もあって、やっぱ航空券代金総額すごく高いですね。なのでなかなかちょっと海外行けない方もいらっしゃると思うんだけど、まあ、これは致し方ないかなと思います。逆にインバウンドが今日本を来て安く感じるということで、結構来ているので、まあ、日本でインバウンドが落としてたりもするんですけどね、結構やっぱり日本各地回ってると、やっぱそれを実感するところで、ございます。はい、ということで、まあ、円安ですね。また日本回ってからまた海外に出ますけど、また円安ということ、タイなんかもそうですよね。1万円借りて2350バーツとかね、まあ、そういう感じですね。日本人が海外に行く場合には、まあ、ちょっと割高に、以前よりも、ね、割高で感じるのは当然なんですけど、また、まあ、少しは多分円高に触れていくんじゃないかなって思うところですね。まあ、海外行く人の身からすれば1ドル120円とかね、そのぐらいが、もう100円から120円ぐらいがいいんじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんだけど、まあ、そこまで戻るのはかなり時間かかるかなと思うんだけど、
1ヶ月でちょっと今150円台が行き過ぎかなと思うんですね。はい、ということで、まあ円安で一人で行くとかね、まあ、今視聴者の方で結構一人で海外行かれてる方いらっしゃるんですけど、家族を連れてってなると、まあ、総額的に結構お金になるんでなかなか行けない方もいらっしゃると思うんだけど、国内ですね、結構いいところあります。私もまあ、コロナ禍、まあ、その前からずっとまあ国内回ってたんですけど、国内もやっぱり非常に見どころが多いので、ぜひ国内もね、皆さんいいところありますので行っていただければなと思います。ということで、まあ、ホテルに関しては、まあ、繁忙期に関してはどうしても需要と供給の関係で上がります。で、致し方ない面もあるんだけど、意外に穴場を見ていくと、穴場ですね、あんまりそこまで観光客が多くないところに行くと意外に安く取れたりします。ぜひちょっと皆さんもね、穴場あんま人がいなくてっていうね、割と落ち着いてできるっていうところをちょっと探してみるといいんじゃないかなと思います。